松浦竹四郎、松浦竹四郎、松浦竹四郎、文化十五年二月六日、1818 18年三月十二日、明治二十一年、1888年二月十日は、江戸時代末期、幕末から明治にかけての探検家、浮世絵師、除術家、考古家。名前の表記は、竹四郎とも、意味縄広司。画語は、北海道人、竹四郎など多数。 えぞ地を探査し、北海道という名前を考案した。文化十五年、1818 18年、伊勢国一新軍、菅原村、現在の三重県松阪市、小野江町にて、郷氏、松浦景海と解くこの四、男として生まれる。松浦家は、非善国平戸の松浦市の一族で中世に、伊勢国へ移住してきたと言われ、別所では、代々百姓で、父、 桂ツの次男として生まれたとしている。父親は庄屋を営んでおり、比較的恵まれた中、竹四郎は十三歳から三年間、平松落斎、漢学者、伊説藩士の下で学び以下遺書、柳川西岸らの知域を得るなど、後の探検家として役に立つ、文化的な素養を身につけたとされる。山本坊養に、本像学を学び、十六歳から、日本国内の諸国を巡った。 天保9年、1838年に、平戸出そうとなり文葛らと名乗るが、故郷を離れている間に、親兄弟が亡くなり天外孤独になったのを契機に、高下元年、1844年に減続して、江戸地探検に出発する。1846年には、カラフト詰めとなった正木藩範囲、西川主願の下僕として同行し、その探査は北海道だけではなく、 エトロフ島やカラフトにまで及んだ。エゾでは、詩人のライミキサブロウと旅することもあった。安政2年、1855年に、江戸幕府からエゾ御用を雇いに抜擢されると再び、エゾ地を倒査し、東西エゾ山川地理取り調べ図を出版した。明治2年、1869年6月に、エゾ開拓御用係となり、エゾ地に、北海道、当初は、北海道と命名した。 さらに、アイヌ語の地名を参考にして、国名、軍名を選定している。翌明治三年、1870年に、北海道の開拓の方針をめぐって、十五位の官位を返上した。この間、北海道へは、詩人として三度、公務で三度の合計六度をもむき、およそ百五十冊の調査記録書を残した。余生を彫実に過ごしたが、 死の前年まで全国歴有はやめなかったと言われている。竹郎は、天神、菅原道真を厚く信仰し、天神信仰、全国25の天魔宮をめぐり、鏡を神社に奉納した。考古家としても知られ、縄文時代から近代までの国内外の古物を収集し、六十四歳の時には、自分を釈迦に見立て古物コレクションに囲まれた竹城ネハンズを、 川鍋教祭に課せている。また、明治3年、1870年には、北海道人と合して、千島一覧という西紀絵を描き、晩年の68歳より、富岡鉄祭からの影響で、奈良県大台ヶ原に登り始め、自費で登山道の整備、小屋の建設などを行った。明治21年、1888年、東京神田五軒町の自宅で、 脳一血により死去した。遺骨は、染井霊園の一種路十号に側に埋葬されている。ほか、竹四郎が最も好きだったという、西大大名古屋谷に、明治二十二年、百八十九年に建てられた、松浦竹四郎碑に分骨されてもいる。なお、記事の三重県松阪市、小野江町には、聖火と竹四郎の残した資料を保管する、松浦竹四郎記念館があり、 多彩な活躍と広い人脈を紹介する展示を2ヶ月ごとに入れ替え、また、講演会や、竹城講座と題した座学を開いている、平成6年、1994年開館。また、公益財団法人聖火堂文庫には、竹城が収集した古物資料約900点が保存されている。北海道トイネップ村仏内には、北海道命名の地の記念碑があり、 釧路市のぬさまい公園、安政四年、1857年の、手塩川流域調査で立ち寄った地点のうち、出発点の手塩町鏡沼海浜公園など、小平な長期、カ広富の二神文化歴史公園には、銅像がある。竹城の身長は4尺8寸、足の大きさは24センチメートル。北海道有仏群厚間町富里の松浦、竹城記念碑をはじめ、 道内に五十基に余る記念碑があると言われる。手塩町鏡沼海浜公園に立つ松浦の花火碑に二種刻まれている。江戸人のみそぎなしたる手塩川こよいぞ、夏の泊まりを走る。長めれば、なぎさま城に生に蹴りて、四方の浜の雪の夕暮れ。竹城が1886年に五軒町の自宅の片隅に作った一条実記の書斎が、東京都三鷹市の実業家。 山田隆史料の別荘、大山荘の茶室に移築され、現在は国際キリスト教大学校内、大山荘興風居、興風居として国の登録有形文化財に登録されている。竹城が記した、目録、木編肝人によると、法隆寺、熊野本宮、春日大社、久能山稲荷神社、伊勢神宮下空、 東福寺仏殿といった全国の社寺の白鳳時代から、江戸時代後期にわたる古材を譲り受けて組み上げた、もので、竹四郎は、死んだら一条時期を解体して旅に付してほしいと、遺言した。ところが、その死後、徳川寄り道の南青い文庫に移築、次に、代々木上原の徳川家別邸、清和園の茶室、高風居、気高い人の住まいの家で、竹四郎を叩いて、 命名に移され、さらに、三鷹の山田隆史両別荘に移築される。戦時中に、同別荘地を買い取った、中島飛行機が戦後に、大学用地として売却したことから、国際キリスト教大学校内に保存された経緯がある。特別公開は、大学祭の期間中のみ。毎年2月最終日曜に、松浦武史郎記念館をメイン会場とした。 竹城祭りが開催されている。2018年には、北海道命名150年を記念した、北海道150年事業が行われ、その一環として、竹城に関するイベントを各地で開催。また同年は、松浦竹城の生還200年にもあたり、松坂市は、平成30年、2018年2月24日の開会式に始まり一連の記念事業を行った。 北海道出版企画センターから、下記の他多数の著作と関連書籍が本国、復刊されている。その他の本国や復刊、複製された著作は以下を含む本文に出現の順。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。